右、もっと先かな。おお、どうもこんばんは、おかみです。それではシルバーチェインズやっていきたいと思います。まあやっていきたいと思いますって始まったんですけど、積んでるんですよねこうなんで積んでるんだろう。この壁あえそうなんだけどね。あ、なにこれ、なんで開いた。普通にいいって出てきたんだけど、まあわかんないけどいいよね、こういうのは進めれば OK でしょ、とりあえず。はい、洒落たおじさんがランプつけ出したけど、こんにちは。Who are you? Let me out of here. 助けてくれって、何。父さん。I don't remember that I had a father. I don't believe you. いや、信じる信じる。何にもすがりたい気分。お前たちは私たちのために来たのだ。ジュニーが騙して呪いを解かなければならない。かわいそう。自由にしてほしいってことだ。それは助けるよ。Where are you?うん、どこにいるの、そもそも。へえ、人形のパーツどれだけないの。腕だけ。うん、地図、ウィジャーボード、霊が更新してきた。コックルさんみたいな感じか。どうした、え、どうした、腕だけ伸ばして。地図が変化した。単眼鏡を使って人間のパーツを見つける。地図、あ、これか。あ、これ地図だったんだ。ってことは最初のやつのなんかヒントあったんだな、これが。何、円からまっすぐ行って右に行けってこと。全然わかんないけど、まっすぐ行って右に行けってこと。ここ、お、こっち、おお、おお、こっち向いてるからこっちか。こっち行って何歩か行って右に行け、ここ。くれる。わ、これでしょ。なんかもう呪いで封じてるオーラみたいなの出てるもん、これ。はい、取る。あ、来てる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 。あー、無理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 。おお、いませんよ。勘違いじゃないかな。どっかに行ってください。これ開けられたらどうすんだろう。絶叫だよね、さすがにね。はい、で今何撮ったの。写真の一部、あ、これだ。これ写真なの。まあいいや。中に誰かの写真とか見れないのかな。うん、もう一個はどこ。下だね、明らかに下だね。で、これ単眼鏡で見て、これなんだ。
まっすぐ行って右にヒントがあるってことか。この模様何？模様必要そう、これもしかして。サメ取るかな。ってことはあと1階を目指すべきだ。これをヒントに1階にあるって言ってるから。何これ、大丈夫？なんか取ったけど、何これ。頭がレバーのように見える。レバーって何？レバー、へえ。なんかヒント書いてあった今。単眼鏡を使って人間のパーツをバーチャルの場所への出発地図を見つめる。そーん。で、1階でしょ？ 1 階来た。で、こっち行って、で、この辺まっすぐ行って、右、もっと先かな？おお！おお！なんか今、挨拶した住人と。なるほどね、挨拶に来てくれた感じか。ふぅ、ちょっとびっくりしたかな。まあ急に挨拶来られたら誰でもびっくりするよね、隣の人とかね。よくあるよね。新しい薬のせいで最近は昼夜が逆転している。昼間はいつも眠っているけれど、夜にだけ体力があってベッドから出られる。昨日の夜も癖の何かが歩くような足音とクスクスと笑う声が聞こえてきた。この家で笑い声を聞いたのはずっと前のことだった。子供たちがふざけ合っているのかと思って様子を見に行った。子供たちはぐっすり寝ていた。2階の廊下で子供たちの世話係タムシと会った。彼女はまるで幽霊を見たかのような顔で私を見て、隣の部屋に私を引っ張り込んだ。私は怒ってその薬を投げた。どうして私があの部屋にいなきゃいけない。子供にもなれない。そうじゃなくて、子供たちと一緒に過ごすのは少ない。彼らには母親が必要。彼女はあんなに遅くに何をしてるのか気をつけた方が良さそうね。世話係だ。タムシンとかも怪しいんだ。何これ。あ、これさっきのパーツはめればいいんでしょ。うん。これでさっきのシャメが生きてくる。これで多分、マークがあるから、これをさっきのマークの通り合わせればいいんでしょ、これ。うん。ってことは、これが、こうでしょ？で、これ右でしょ？で、これが逆さ。ほい。オッケー。ちょっと待って、これ取ったらさ、出てきそうじゃない？タンスあった、この部屋に。ある。あった、タンス。え、タンスなくない？タンスないけど大丈夫かな、これ。取って。取った。取っ。いやー、タンスないと不安だな、もう。いやー、ここ帰るの怖いな。タンスの場所が把握できてないんだけど。今日は、隣人に挨拶したし、ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント等よろしくお願いいたします。オオカミでした。アディオス、アミゴス。またね。